なんかだんだんらしくなってきたぜ。何ビビってんだよ。こっちだよ。そこにはまだきっと子供なんだろうが、僕たちよりもずっと体格のいい連中が何やら怪しげなものを飲んで吸ってたむろしていた。アッシュ。よースキップ。あれがアッシュ。なんか考えてたのとだいぶイメージが違う。ああ、俺もなんかもっとごっついおっさんみたいなやつかと思ってたよ。アッシュはとてもストリートキッズのボスには見えない白人の美形の男の子だった。アッシュ、ジェンキンズが言ってたろ、ジャパンからあんたに会いに来たんだぜ。ああ、リベ、エイジ、ほら何か聞きたいことがあんだろ。その腰に刺してる銃、本物だね。どういう意味だい。モデルガン以外日本じゃ持てないんだ。ちょっと持たせてくれないか。いいよ。ああ、サンキュー、すごいずっしりと重いや。一つ聞いてもいいかな。何？人を殺したことある？あるよ。へえ、やっぱりそうか。ガキだな、あんた。ボスの番だぜ。ああ、アッシュが他人に銃を触らせるなんて初めてのことだぜ。え、そうなの？ああ、そうさ。以前酔っ払いがふざけて銃に触ろうとしてその場で指を吹っ飛ばされたんだぜ。アッシュはあんたが気に入ったみたいだな。改めてよろしく頼むぜ。俺はスキップ。僕はエイジ。オッケー、エイジ、あんたの度胸に乾杯だ。みんな集まったようだな。ここにいる奴らがアッシュの元を離れ俺オーサーに着いた連中ってわけか。これから手はずを決める。よく聞け。アッシュは俺たちの動きに気づいていない。この機に乗じて一気に肩をつける。まず連中をバラバラにしてアッシュを仲間から引き離す。それからスキップだ、あのチビを必ずとっ捕まえろ。あいつをおとりにしてアッシュをこの倉庫におびき出すんだ。アッシュの仲間は反対方向に誘い出せ。何度も言うが、必ず奴を孤立させるんだ。よし、行け。なかなかやるじゃないか、オーサー。マービン。しかし、そううまくいくかな。奴から銃を取り上げちまえば、ただの生意気なチビさ。エイジ。イベさん、いろいろ話は聞けましたか？いや、なかなか口が固くってね。特に自分のことは話してくれないよ。スキップ翔太。やってきたのは中国系のモヒカン男だった。アッシュはどこだ？何があったんだい？王者だ。奴が昔の仲間を集めてここに向かってるらしい。狙いは。チッ、もう来やがった。なんだ？アッシュ、逃げろ。オーサーだ。オーサー、奴はお前をぶっ殺して成り上がるつもりだ。狭いとこへごちゃごちゃと入ってきやがって。考えやがった。これじゃ銃が使えねえ。こっちだ、エイジ。スキップ行くな。そっちはワロだ。エイジはスキップと一緒だ。戻れ、スキップ。エイジ、こっちから外に。あ、悪いな。一緒に来てもらおうか、お二人さん。デコずらせんじゃねえ。早く出せ。スキップ。落ち着け、落ち着かなきゃ。これは現実だ。実際に起こったことだ。翔太、お前のバイク借りるぜ。おい待て、アッシュ。おい、行くな。追ってきたぞ。分かってる、こっちの思うツボだ。罠だってことは分かってたろ。なぜ来た？
お前とはいつか蹴りをつけなきゃならないと思っていたからな。望み通り俺一人で来たんだ。もうスキップには用はないだろう。ところがそうもいかないのさ。この件はもう俺たち二人だけの問題じゃねえんだ。何？アッシュ！アッシュ。ようこそアッシュリンクス。マービン！悪いな、こんなとこまでわざわざ来てもらって。パパディノと手を組んだってわけか。お前も落ちたな、オーサー。銃を投げてよこしな。ダメだ、アッシュ。殺されるよ。二人を離せよ。アッシュ、このチャニーズなんだ。俺のことだ。スキップをかばってたそうだな。お前の新しい友達か。こいつから殺そうか。待てよ。銃は渡せよ。さすが人望の厚いボスだな。指のお礼はたっぷりさせてもらうぜ。よし、足運べ。白状する気になったかね。何をだよ。あの男から何かもらったろう。どこに隠した。そういうことか。分かった。話がある。ただしあんただけだ。いいとも。王さん、あっちへ行ってろ。おい、マービン、約束が違うぜ。まさか奴を助ける気じゃねえだろうな。誰に物を言ってるんだ。外に出てな。シャッターも忘れるな。あばらが折れちまったらしいんだ。ちょっと手を貸してくれねえか。いいとも。今だ。スキップ、エイジ、逃げろ。わかった、エイジ、早く。外には奴らがいる。あっちだ。あし、俺とサシで勝負するには太りすぎだよ、あんた。大丈夫か。ざまねえな、まったく。あっちだ。お前ら向こうを探せ。見つかった、行こう。行け、行き止まりだ。畜生、ここまで来て。ちょうどいい、鉄パイプがあるぞ。戦うのかい。いや、この塀を飛び越えるんだ。頭がおかしくなったんじゃねえのか。俺は棒高跳びの選手だったんだ。バカなマナーよせ。そんな腐った水路管折れたらそれっきりじゃねえか。見ててくれ。うわ、飛んだ。うわ、魂見せちゃうぜ。よくも舐めた真似してくれたな、アッシュ。さっきスキップと一緒にいた。車から顔を出したのはあのモヒカンの男だった。スキップを助けるんならあれの隠し場所を教える。失礼だが、あれとは何のことだね。とぼけんな。分かってんだろ。確かに俺は奴から何か分からんものを受け取ったさ。そんなに欲しければくれてやら。ただしスキップを自由にしてからだ。すまんな、何のことだか分からんね。ちくしょう、豚野郎。車に乗せろ。アッシュ！なんだこのガキどもは。どこから降ってきやがった。アッシュ、どこだ。気をつけろ、翔太。ディロの手下どもがいるぞ。チキショウ、殺だ。ガキどもが垂れ込みやがったな。アッシュ、こんなにガキに死なせてやるつもりはなかったが、そうも言ってられなくなったようだな。死ね、アッシュ。アッシュ、スキップ！スキップ！スキップ！マービン、貴様！くそ、ここまでか。待て、マービン！アッシュ、こっちの車を使え。すまん。翔太！ジェンキンズ警部補、あんた一足遅いよ。早く後を追えよ。スキップがマービンに殺されたんだ。
アッシュは奴の後を追っかけてった。ち、見失ったか。くそ、確かこの辺りにマービンの館があったはずだ。思い出したぜ、あのうちの2階だ。開いてる。マービンは戻っているのか。様子がおかしい。帰ってきているにしても鍵をかけてないなんて。あ、マービン死んでる。銃、俺の銃だ。どうしてここに。しまった、罠だ。動くな、警察だ。え、銃から離れろ。手を頭の後ろで組め。ちょっと待てよ、俺やってねえよ。冗談じゃねえ、俺が殺したんじゃねえぞ。